まあ、ゆるりと。そうですね。はいよ北署名いや、わかんない。びっくりしてた。はいよ北署名はいよ北署名機会があったんですけど、ダメでした。爆発音。ああ、すいません、すいません。フレット、ハルくんです。そして、どうも、こましみです。お願いします。お願いします。久しぶりにこましみさんとコラボです。ありがとうございます。すっご、前回からはもう2年半ぐらい経ちましたかね、だいぶ。うわ、すごい、またコラボしていただけて。どうでした、最近は。この2年半の間に変化ありました。ありました。いろいろ、ちょっとずつ人見知り治ってきたかなって思いました。あ、マジですか？それなんかあったんですか、きっかけは。喋らなきゃいけないことが増えて、バカせ踏んで慣れてきたみたいな。はい、確かに。なんか嬉しいですよ、なんか僕は。うん。いや、我が子みたいに言うの。僕はあんま緊張しなくなりましたね、コラボとかも。うん。うん。下ついてきていいか、今。緊張してるのこいつだから。ちょっとやりたいことがありまして、やっぱこうね、ちょっとあんまちょっと見ないでください。いやもう進まない。やっぱあれっすね、なんか小橋さん可愛いなと思いました。ありがとうございます。俺も久々に会ってなんか大人っぽくそれになられてて、うん、可愛いなって思いました。ありがとうございます。ということで、コマシーさんと一つやりたいことがありまして、僕はよく女性 YouTuber さんとコラボさせてもらったときに、はい、その印象当てゲームっていうのをやるんですね。はい、お互いの、まあ、いいところっていうか、うん、まあ、好きなところとかを書いて、うん、それただコマシーさんが当てるっていう、そういうゲーム、みんな幸せになります。なるほど。はい。頑張ります。懐かしいな。前もこんな空気だった気がするわ。そうね。めちゃくちゃ緊張して。でも、字久しぶりに書いたから、ありえないぐらい。うん、これで。ちょっと待って。え、俺幼稚園の時に書いた字より汚いし、もう一回書くか。さすがに。じゃあ、小橋さん待って、退屈だろうから、ちょっと俺ドライフラグ歌う。あ、お願いします。どこかで鐘が鳴る。違う違う違う。あれあれ、バックナンバーだった。あ、そう、バックナンバーか。ごめんごめん。あ、びっくりした。たぶん私じゃな、あれ、たぶん私じゃなくていいね。余裕のない二人だ私、きっと私たち合わないね。次の時二人きりしかいない部屋でさ、あなたばっかり話していたよね。え、なんだろう、となると なんすか。なんかありました。見ないようにします。ああはい、というわけで僕らが選んだのはこちらでございます。まあ、要はこういうことなんですね。まあまあまあ、そうですね。はいはい。まあ、いろいろ考えたんですけど、いろいろ考えたこれになりました。はい。じゃあ、早速、はい、スタート。もう、初一で行っちゃってください、もう。はい、え、いいとこですかね。いいもう、一旦、もうバーンって行っちゃっても。まあ、ポジティブなことしか書いてないです。なるほど。うん、だから僕ら言いそうなこと言うだけなんで、バーンで。一回一回。綺麗。綺麗ですよ。これじゃない、綺麗。綺麗で本当に可愛いんですよ。これ、綺麗で可愛いんですよ。これ、可愛いですよ。あ、それ当たり前の、もう大前提なんで。これもう過ぎてるんですね、僕は。うん、家庭でもうあったんですけど。たとえ、あるわけですね、頭に。まあ、これ、避けてはいるけど、ポンポン、あ、うん。こういうの言われたことある。視聴者さんにも言われたことがある。友達も言われたことがある。うん、あれ、ちょっと。ないことないんですよね。うん。何ですか？かわいい。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 いや、かわいいっす。いや、かわいいっす。今日もかわいいっすよ。きつい。今日もかわいいっす。やっぱかわいいっすね、今日も。嬉しい。こばしりさんをかわいいと思うために、かわいいと言い続けてみようじゃないかな。こばしりさんって、結構、本当にウブなんですよ。そう。だから、すぐ出ちゃうんですよ。かわいいって言い続けたら、こばしりさんどうなっちゃうのかと。そういうことも直接もう基本ないですからね。他には
なりますから、ね、可愛いっていうのは通りね。確かにもう綺麗と可愛い以外他にありますか、うん、確かにまあそれはその通りなんですよね。確かに確かにね、もうそれ可愛いもうこれ以外に私ってありますか。ちょっと分かります、その気持ち。確かに綺麗可愛い、うーんだったよね。完璧だった。やっぱりナポみたいに言うのよ。お酒をたくさん飲む。ああ、僕も飲みますから。それまで出てくると思う。あれ、なんだろう。壊しなすけど、どこですか。お酒をたくさん飲む。言わないじゃないですか。じゃあ今度はある中からからするということでお願いします。寄せるなんて来たうちに。清純。あ、いや、違います。あ、違う。でも、惜しい。あ、でも、まあ、清純、はい、うん、でも、いいところは清純だけだとちょっと足りないんですよね。ちなみに、どういうところは清純だと、ご自身では、うん、ちなみに一応一応、うん、どこが、いや全然清純じゃないから困ります。いや清純じゃないっていうのはちょっとなんか嫌なんですけど。清純じゃないならどういうところを清純じゃないって思われるんですか。いやなんか酒癖悪いですし、はい、あ酒癖悪いんですか。でも悪いです、なんかゲラゲラしちゃうんですよ。あでもそれはでも嬉しいんじゃないですか、うん、男性からしたらたくさん笑ってくれるってことですね、うん。だこの後危ない危ない危ない水泳選手みたいな答えが答えめっちゃ答えが合うんですか。パパ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 パ。でも絶対あるよね、コメントの中で。絶対ある、絶対ある、絶対ある。そうっすね、もう大ヒントはコメント欄に絶対あります。はい、透明感がある。おお、ポンポンポン、はい、次ます、次ます。自分の動画ね、天使、天使、天使。天使。すごい。マジ？これは出ないと思ってた。これは出ないで、おふざけで書いた。これは出なすぎて、いろいろ言わせてやろうと思ったやつだった。やっぱ思ってんすよ、みんな。いや、すごい。でも多分この子コメントも絶対来てますよね、これは。天使なのって。でもどうですか、自分的には。天使だなーって思いますよ。羽生えてるなーみたいな。今日飛んでんなみたいな自撮りとか撮ってました、今日飛んでるなってやばいね。今日翼えどうだっていろいろやばいパターン。確かに。あざとい。あー、でもあざといシーンたまに小橋さん風に出るんですけど、天然で。あそれ本当に可愛いなって毎回思ってます。あなんか小橋さんの一日みたいなモーニングルーティンみたいなことを拝見したんですけど、ちょっとなんか朝こう準備してて、うん、たまにこう、メイク完成。かわいいな、助けて、かわいいなと思って。それでもご自分で編集されて、そうね、使おうかな、ここは行っちゃおうかなっていう。ですよね、まあ、結構小橋さん怒りたいところあるんですけど、うん、あのね、かわいすぎるからいい加減に調子になってね。ああ、うん、なるほど、そろそろ、うんうん、どう思ってるそろそろやめてくれと。いい加減にしてほしいなって思ってる。怒ってる人がアンチがいるんですよ。かわいすぎるそう、このカメラの先にいっぱいいるんですよ。もういい加減してくれってみんな怒ってるんですよ。落ち着こうと思います。あ、もう鼻ついてるから。その鼻つの一旦ちょっと結構こういうのとか、うん、ブレイクタイムであんまやんないじゃないですか、多分こうやんないです。なんかこの辺でハート作る人いますよね。あ、それかも。おー、すげえ。おー、まあ、答え言ったけどな、俺答えにみたいなこと言ってたけど。確かにね、うん、ヒントお願いします。ヒント、ヒントはですね、英語とかでもよくあるじゃないですか、うんうん、通常形とか、うん、過去形とか、うん、最上級形とかがヒントですね、はいはい、ああ、要はビューティフル。指すま1、指すま、え、あれ、あの、もういきなりそういうことしちゃう。あれ、エビスマに、うーん、エビスマ1、うわ、おー、エビスマ1、はい、あー、エビスマ1、あ、やば
いやいやいや、言ってもいない、言ってもいない、言ってもいない、言ってもない、言ってもない。僕が言いそうなこと、小橋さんに。バンって言いそうな。かわいいよね、いい子だね。言われたんですか、いい子。言ってたんですけど、かわいすぎる。正解正解、正解、かわいすぎるでした。いや、これはちょっと悪魔な回答だったの。かわいいだけじゃない、かわいいの最上級。かわいすぎるよ。かわいすぎる、うん、かわいいって言われて嬉しいですか。あ、嬉しいです。あ、そうですね。かわいいですね。ありがとうございます。かわいすぎます。ありがとうございます。本当はこれプチドッキリみたいな感じだったんですけど、本当ね、うん、全然なんか同時じゃなくなんかわかります？今ですか？あ、今です、今です。実はまあ小橋さんをね、可愛いと思うたびに可愛いと言いまくったらどうなのか。知らねえよ。知らねえよ、企画すぎる。でもすごい言うな、すごい褒めてくれな。今日は褒められるんだって。そんな褒めるって久しぶりだからかな。ああ、僕らのやつがあるんですけど、いらなすぎるだろ。まあ、いいですかね。いいですかね。ちなみに、どう思われてるんですか？ベルト、学校はいいなっていう。笑い上手。いっぱい笑ってくれるってことですか？うん、ね。いや、別に飛べるかなと思って。